おかえり。ただいます。俺マニエよ。俺マニエよ。どういう始まり方したのかこれ入っていいやつなんか分からなかった。いや、全然入っていいっすよ。あ、よかったよかった。はい。あ、じゃあ、カメラ変わって。あ、わかりました。マキミの、ちゃちゃちゃということで、お久しぶりです。めっちゃ久々。俺マニエよ。俺マニエよ。いや、もう、ちゃちゃちゃも久々だから。個人チャンネル。そうだね。そんでもって、もう背景変わってるしね。確かに。そう。ということで、皆さん。今日から再開ということで頑張っていきたいと思います。イエーイと言いつつも気を張らない。もうできる限りもう更新頻度を上げようと。もうヘキさんがもうビザ取って韓国に来てくれたから、はい、もうこれでもう安心でございますよ。もうしばらく日本にいることはありません。はい、動画がいっぱい上がります。はい、ということで、まあ第1弾ということで、まあ素晴らしい引っ越しました。あ、ここは新居ですか。もしかして新居です。ああ、新居でございます。私、前回はですね、まあ、シンリムという、まあ、なんとも、不便とも言い難い、絶妙なラインのところに住んでおりましてですね、まあ、そこに約2年間住みまして、じゃあ更新どうするって言われた時に、更新して、更新したわけないって言いまして、まあ、約9万、保証金が300万のところに住んでおりましたが、うん、私、うん、この度、カンダムに戻ってきました。おカンダム、出戻りということで、軽く、新居ツアーしましょう。新居ツアーレッツゴー。ということで、まずここが玄関です。はい。はい、玄関と言いつつも、まあ、ここは廊下というか、廊下も広くない？広い、めっちゃ広いよ、これ。ほら。見て、ほら。マーキュリーがそんだけ入る。手と腰まで入る。素晴らしい。お体勢できますか？素晴らしいですよ。こうすればもう一人入るから、ここでもね、うん、できるもん、ね、いやだからその体勢やめてくださいちょっとキモいわ、なんかこっちが猫だったんだよね。まあ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 、そこはご想像にお任せして、うんうん、どっちなのか猫なのかはそっちなんですか、ね、お任せしますけどね。お任せしますけど、まあこんな感じでございますよ。はい、素晴らしい、もう白を基調として、はい、ライトすごい綺麗入ってます、うん、そんでもってね、こっちが、はい、一応玄関、はいはい、透明のすごいガラスついて、ガラスついて素晴らしい。もうバーンと開いて、でここ、はい、光ついて、もうここも全部収納、すごい、全部靴箱で、うん、ガラスあるから、ガラスって鏡、はい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 、めっちゃ楽じゃない？確かに楽でしょ。楽で、楽、めっちゃ楽、うん、だから鏡越しにみんな動画撮れるもんね、こうやって。あ、確かに確かに、こうやって、あ、喜ぶもん、ありませんよってさ、できますから、これ、うんうん、素晴らしいでございます、広いでございます。で、前の玄関の3倍ぐらいある。いや、あるある、全然ある、3倍あるよね。3倍以上あるかも、3倍以上あるかもっていうね、うん、はい、っていうところをこう行きましてですよ、ここバーっと行きまして、はい、汚い、ドーン、おー、汚いけど、映像だとどう見えてんだろう。いや、でもすごいよ、結構。だってもう初めて行ったらこんなですもん。ちっちゃいマーキュリーが素晴らしい、うん、そうでも、まあキッチンも汚いですけどね。汚いですね。いや、汚いですね、汚い、他人に言われると他人に言われるとちょっと違うな。汚いです、悲しいけど、まあまあまあ、こっちの方が、はいはい、いらっしゃいよ、いらっしゃいよ、はい、こんな感じ。もう天井見て、え、うわー、うわー、広い、高い、めっちゃ高い、高いよこれ。だって前もうね、うん、もうこれ90インチぐらいありますけど、うん、ですらもうこの天井だからなんか、うん、そんな大きく見えないというか、うん、で、コンジ後ろで騒いでるしね。コンジ後ろで騒いでます。コンジの部屋コンジ専用ルームコンジの専用ルームができました。やったね。ね、壊さないで、やめてよ、コンジ、みんなインサーへん、ヤホーって、いや、やだ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 、いやいやいや、ねえ、動画出してって、動画出してって、いいよ、じゃあ出ていいよ、はい、どうぞ。嬉しいね、いや、嬉しいね、嬉しい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 、合ってるよ、合ってる、できました。左よ、左よ、こっ、はい、そん、そん、ハイファイブ、いい子いい子でございます、賢いね、はい、うん、こんな感じで、こっちの部屋もできました、うん、はい、そして、こ
ここはねちょっと汚いですけどね、はいはいはい、ルームフレグランス、はいはい、トリプル X ゴッドセレクションの、はいはいはい、これ使わせてもらってます。なりさん見てる使ってるよ。なりさんからいただきました。消すんかーい。まあ、この家の素晴らしいところをもう一つ言いましょう、はい、はい。トイレとお風呂ご覧ください。うわー、よくしてきたー。すげえ綺麗、最高すぎる。浴室だよ、ほら。韓国浴室ないもんね。そう、韓国浴室ないから基本ね。え、もうさっき風呂入ったからもうびしょびしょで入りたくないからねえ、素晴らしいでございます。はい、ここやっとできました。はい、ということでここが寝室です。じゃらーん。まあ変わらず、はいはいはい、ベッドがでかい。一緒に寝る人募集中で、さっきカーテン屋さん来たんですよ。で、これもカーテンもね、オーダーメイドで変えてもらって、うんうんうん、めっちゃもう、光通さないってやつ。あ、確か真っ暗だね。そう、さっきはもうめちゃめちゃ日当たりいいんですよ、ここ。うん、めっちゃ真っ暗みたいな、うん、全然今昼間だけど、前のカーテンの残骸がこんなところに置かれてますけど、うん、まあこれは後でどっかで使うか処理したいと思います。ね、こんじゅうで、寝室にもね、なんと、はいはい、トイレがあるわけですよ。すごっ。素晴らしい。謎に置いてある机ね、いらん、なんでって感じ本当かわいいでしょ。うん、いいね、はい、でね、ここの不便なとこ言いましょう、うん、電気どこって思うじゃないですか、うん、なんとこれ一回閉めないと出てきません一回あれしたら、つきます。ちょっと慣れないといけないですね。そう、慣れないとしんどい、うんうん、そしてまだまだあります、部屋は。ついてくるね。はい、はい、はい、ここが衣装部屋。わお。まあ衣装部屋は変わらずですね。なんかここの部屋だけ唯一前と変わんないって感じじゃない？確かに。なんかまあまあまあ全然変わんない。大きさも、そう、大きさもそんな変わんないしみたいな、うん、って感じですね。まあ使いやすいですよ。収納がついてるとかね。あ、ここに収納あるから、うん、ここにも一応ズボンとか服とかも全部ここにあるって感じですね。うん、ね、こんじゅ元気だね、うん、鏡もあって、うん、いいですよ。あ、いいな。あっちこっちに鏡がある鏡だらけ、ほんと。確かに。帽子系も全部ここにあって。わあ、いいね、これ、はい、この間、ブラックピンクのコラボ、うん、ベルビーとのコラボの、うん、ああ、ほんとだ。買ったけど、一回も来てません一回も被ってない。まあ、いつかのタイミングで、うん、これはファンの方にいただいたジミーチュー、かわいい。いただき物もいっぱいでございます。で、これはユーちゃんのブランドかな、うん、未だに読み方わかんない。あん、うん、うん、分かんない。これゆうちゃんに聞いてください、皆さん。かわいい。下の概要欄に貼っときますわ、ショップ、うん、あ、私の昆虫帽子もありますよ。どこどこ。私のはちょっとなんかいろいろいじりすぎて、ここを切っちゃってるんだけどね。うん、昆虫帽子かわいい。これもね、もうちょいしたらネット販売しますので少々お待ちくださいって感じですね、はい、ポップアップ限定でございますけど、今のところは。そしてこれでは終わりません。まだあんの。そうなんですよ。まあ、前の家はこれぐらいじゃん、うん、これぐらいなんですけど、うん、なんと2階があるんですよ。お掃除よ。どんだけ広いの。いらっしゃい、いらっしゃい。なんとここに、うん、なんでこんな怖いのっていう階段がありましたあ、本当だ。なんでこんな怖いのっていう階段がありまして、ここの方、上行きます。はい、おいでよ。はい、すごい、おしらっぷだいぶプリプリしてる猫なんだよな。あ、そう猫とかやめてということで、はい、いらっしゃいませ。はい、おお。2階。え、すごくない？広っ。なんか、うん、なんていうんだっけ、こういうのロフト、うん、みたいな感じなんだけど、うん、ロフトにしては高いんよ。確かに。し、見て、業務用のエアコン、エアコン、うん、冷蔵庫って言うの反対側も見てよ。え、反対側もあんの。荷物だらけ。うわ、もうフィギュアとかいっぱい置いてあるけどさ。すっごい量だね。すごいよ、うん、めちゃくちゃ置いてある、ね、めちゃくちゃ、うん、もうポケカが嘘みたいになるもんねいや、ここもそんなに低くないんだよね。そう、低くないんだよ、実は。さん立ってみて。実は全然低くない、うん、ここぐらいの普通に立てんだよ。あ、そこからちょっと頭下げるって感じだよねでも広いよ、結構ね。
普通にベッド置いたら寝れるし、全然寝れるもんね。素晴らしいな。キングサイズ入りそう。いや全然入る、余裕で入る。なんかそこで作業できるし ね。まあここで私は作業してみたいな、はいはいはい、ここで編集僕はしてますけどね。編集まあいつも通りやりつつのって、そんでこっちですよ。ドン。なんか隠れ家みたい。まだあんのこれ。この広さやばくない？もう部屋だもんね。うん。普通に。だってこれ前の家から使ってるこのソファー。はいはいはい、はい。これダブルサイズあんの。はいはいはい。まあヘキさんこれで寝てたじゃん。寝てた。ね、十分広くて。下ビーって出したらこうダブルベッドになるんだけど。うん。ダブルベッド置いて、でこれもダブルベッドなの。うん。これもソファーなんだけど。うん。人が来た時用のベッドで、この間買ったやつ。うん。これも置いても余裕なぐらい広い。だからここが撮影スペースになります。おお。だからまあこう撮るかこう撮るか、まあまあこう撮るか、うん、だって今ヘキさんが立ってるところですら全然頭ね、うん、いいもんね、うん、全然ギリ立てるよ。全然ギリ立てる。だからまあわしで言ったらさ、ここ余裕じゃん、うん、なんジャンプしてもね、もうこうっていって、うん、あ、ここですか。まあ僕は身長195センチあるんで、うん、ここで3メートルぐらいあるかなみたい なこっちに立つと大きく見えるみたいなやつあるじゃん。だんだん大きく見えるみたいな。あ、ちっちゃく見える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 、ここだったら大きく見える。トリックアウトができます。で、デッドプール2分の1スケール、はい、はいはいはい。こいつがいるのちょっと怖いんだよね、毎回。確かに結構圧あるね。そう、圧あってこいつね、怖いんだよ。で、しかもここの奥にも本当だ、すごくない？でもここ、うわすげえ。でもここにめっちゃ荷物こう隠してみたいな、倉庫みたいに。うんうん。いや俺この前豊島園のさ、うん、ハリーポッター行ったけどさ、おハリーの倉庫より広いわ。この階段下ね。そうそうそう、階段下ね、うん、もうハリー住めるから。うん、住める、全然住める。ここ でハリーもっといい生活してあげれる、うんうん、この家で。そう、本当に全然できんだから。うん。だからこっちにこういろいろねフィギュア置いたりとかして、まあみんなが見えるように、うん、いろいろしたいなっていうふうに思いますって感じかな。うん、なんか聞きたいことある？そんないきなり投げる感じない。まあ言えばあとはね、うん、ここにね棚があって、もうこれは備え付けなのよ、はいはい、動かない。何でも入れられない。え、そう。でここら辺でも全然いっぱいある。これファンの人からもらったまさき。本当まさきまさきっつって、これもファンの人にいただきましたけど、うちわですね、こんな感じで。あ、本当だ、まさきでできるってやつですね。そんでデビューが決まりました。マヨカーッ20ですね。はいはいはい、もうあります。モモリンもどっかあります。モモリンが一番大事なの、うん、もうまあほんと引っ越して間もないから、うん、全然ねあれなのよ。超広い、超十分じゃないこれ。いや全然、いや十分すぎる、十分すぎるもんね、うん、倉庫とかも借りてんだよ、うん、まだこれプラス、うん、いらんや、うん、だから倉庫のものを持ってきて、うん、倉庫も解約する、うん、で、あとスタジオもあるから俺、あドラムセットとか、はいはいはい、あのパソコンとかもう一台あるから俺、うん、それとかも全部こっち持ってきて、うん、机も持ってきてみたいな感じでしようかなっていうふうに思います。全然いいでしょ、何も荷物開けてない。逆に管理が大変かもね、こんだけ広いってね。管理は大変ね、うん、けどまあここの部屋に関しては根中基本的にはあげないから、うんうん、もう上には、うん、毛の問題がない。あー、それはいいね。根中のね毛がやばいんよ、うん、抜ける抜ける抜ける。動きも抜ける動きするもんね。もうブワーって動くから、うちの子本当に。だ下は床の方も綺麗に基本しつつ、うん、もうロボット掃除機に働かせます、うん、うちにいるんだから。家賃も払ってないんだから、あいつずっと充電、ずっと休憩してんの、あいつ過充電だよ本当に。飯だけ食いやがって、飯だけ食いやがって本当に。なんてやつだって本当に性格悪いよ本当に。お前なんかある？だから投げるなって。雑な投げやめてよ。まあなんかここを綺麗にしていきたいなというふうに思います。なんで次の動画ではフィギュア開けよ。あ、いいね。フィギュア開けつつで、フィギュア何持ってるんですかみたいな、めっちゃ言われんの、うん、だから開けつつ飾りつつ紹介しよう軽く。いいね、それも。何を持ってんだ桑原はということで、次回はフィギュア界でお会いしましょう。十分撮った？何分ぐらい撮った？今18分。18分。うん。十分？8分以上になればいいからね。うん、収益的には8分以上すれば、あれね、ここが入れれますから。大事ですよ皆さん。生々しいな。皆さんちゃんと見てください、ね、広告。ちゃんと見ていただきたい。うん、そしたら僕たちの生活の足しになりますから。本当に。
そしたらモンゴリンいっぱいある、ワールドさいっぱいいけるからね、本当にただでさえもう他のことでお金使っちゃうんだから最後に言います、こちらの家賃が、38万けどさ、考えてカンナムで38万でしょ、うん、日本で言ったらまあまあ六本木だよ、うん、六本木でこの広さ38、うん、安くない？安い、無理無理無理、もっと狭い感じになっちゃうかも。考えたらやっぱ韓国いいよ、うん、しかもここ築2年だから、2021年でできたの、やば、根性より若いから本当にいい物件を見つけましたということで、家賃をいっぱい払えるように僕も頑張って動画を上げていきますので、このチャンネルで家賃収入できるように僕も頑張っていきたいと思います。なので皆さんたくさん見てください。みんながたくさん見ていただけるような動画いっぱい撮りますので、皆さんお待ちください。ね、このチャンネルはね、しっかりと動かしていこうと思いますので、よろしくお願いします。まあ、このチャンネルでは、まあ、韓国の生活だったり、まあ、これは韓国の生活じゃん。こういう感じでお届け。はい、こういう感じのコンテンツ。そして、あと、まあ、ドライブトーク。これ大事ね。ゲストが来た時とか。撮りたいなっていうふうに思います。であとは、まあ、商品紹介とかいいんじゃない？あ、次回ほ商品紹介。素晴らしい。もう有言実行。決まらない。編集。もう BGM なんていらない。いらないんだから。代わりに俺が歌ってあげるよ。ハレルヤ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 。フォンザロー。はい、ということで本日は商品紹介イエーイ、うーわやばい、うわ、何個あんのこれ